ICET has developed a new type of AR marker which uses a microlens array. With conventional AR markers, it can be difficult to accurately track the coordinates to a high level of precision, especially when the marker is perpendicular to the camera. But with the ArrayMark AR marker, even the slightest movement drastically changes the location of the inset pattern.今回用いたマーカーの構造なんですけれども、マイクロレンズアレイというものの裏に細かい十字のパターンを印刷しています。で、それをその十字パターンをレンズを通して見ると、大きな十字のパターンが現れまして、それが見る角度によって移動するんですね。ということは、逆にその十字の位置を検出することで、逆に計算して姿勢を検出することができるという、そういう仕組みになっています。青い方が我々のマーカーで、赤い方が従来のマーカーです。このように青い方は非常に安定して、垂線ですね、垂直の線を表示することができているんですが、赤い方はこうチラチラとぶれてしまうと。The array mark has a high level of stability even in difficult circumstances, such as when there is a significant shift in brightness or distance.我々このマーカーを開発したそもそもの動機がこのようなロボティクスへの応用でしたので、まず真っ先に考えられるのが、より安全で正確なロボットの動作を支援する AR マーカーとしての使い方です。で、他の使い方としては、もともとこの AR マーカーというぐらいですから、オーグメンティとリアリティでこのマーカーに合わせて CG キャラクターを表示するとかいう、そういった用途にももちろん使えます。でこれを使えば従来よりもよりこうグラグラしない安定したキャラクター表示が可能になります。従来マーカーの、いいところは誰でも家でプリントできるっていうことなんですが、今回のはマイクロレンズアレイという特殊な素材を使ってますので、どうしてもメーカーが作ってそれを安く配布するっていう形でしか利用できないということになるんですが、これ言ってみればレンズシートへの印刷技術だけで済むので、そういう専用のラインを作ってどんどん印刷すれば非常に安価に誰でも手に入る、そういうものになると考えています。Diginfo News。